最近スリランカ女性がですね、入管収容所で死亡するという痛ましい出来事が、あったばかりですけども、その外国人が残留期間を超過して国内にとどまる、いわゆる、オーバーステイですね、それがですね、収容所で身体の自由を奪うほどの違法行為なのかどうかと。収容というのはあくまで必要最小限でなくてはならない。そしてその目的は送還するために認められるものであります。今回のスリランカの方の件は、上限が例えば何ヶ月と定められていたり、あるいは送還のめどが立っていない状態なのだから収容する必要はない、そういうスタンダードに従っていればこういう悲劇にはならなかったんではないかと思います。そもそも身体拘束を続けるべきかどうかという点について、犯罪としてない、犯罪とするべきではないというのが国連の恣意的拘禁ワーキンググループの意見でもありますし、実際に、犯罪にしてない国も多々あるというふうに伺っております。本来的に人の移動というのが違法ということには僕はならないと思っています。国境がある以上は何らかの制限が必要でしょうけれども、それに対する対応の仕方というのはおのずと変わってくるのではないかと思います。オーバーステイの人犯罪という意見もあります。現行法ではもちろん刑罰法規違反ではありますけれども、例えば人を殺すとか、人から物を取る、そういうような私たち法律家でいう自然犯とはまた違って、そのボーダーの線の引き方によって、ここからここは移動すれば犯罪違法になるけれども、時代によっては変わる、その程度の違法性の問題で、それを前提とした移動の自由に関して考えるべきではないかと思います。例えば午後0時、これは亡くなる日ですけれども、この日は、全量未摂取、食事未摂取といったものを確認したにもかかわらず、室内の A さんに向かって外から食事を促しています。これは適切ですか？松本次長。入管職員の我々の対応が適切であったのかどうなのかという点のその評価について、評価検討につきました、まさに今行っているところでございます。第三者の評価は別として、自分たちで正しかったか正しくなかったことは検証もできないんでしょうか？これその後にね、妙に書いてあるんです。室外から1時31分も、しかもその時にセットで書いてあるのは反応を示さなかった、1時50分も2時3分も室外から、そして反応を示さなかった。反応を示さなかったら普通は中に入るんじゃないんですか？そのまま放置されてるじゃないですか。モニターもついてたのに、なんで中に入ってないんですか？ずっとですよ、このまま。反応を示さないっていうことをずっと記録で書いてるんですよ。そして示し合わせたかのように、何かこの間にカメラでモニター等確認をして、何かを確認したから、4人揃えて入ったんじゃないですか？入管の収容施設の運用上、容体等を踏まえて、必要な場合には躊躇なく救急搬送等の対応を取るということになっております。その中で委員ご指摘のような亡くなられた方の状況を踏まえて、我々の非収容者に対する対応として適切であったのかどうかという点について、まさに今評価検討を行っているところでございます。その後になってから救急車呼んでるんですよ。もうその時点で違うんじゃないですか？今次長がおっしゃっていることとは違う運用がなされてたんじゃないんですか？そのことぐらいなんで言えないんですか？この中間報告だって捏造じゃないかと思われるようなことばっかり書いてるじゃないですか。都合の悪いことは消してるじゃないですか。資料も出さないじゃないですか。これじゃあ本当にこれ浮かばれないと思います。この精神科医が出したその書類の中に、患者が仮釈放を望んで心身に不調を呈しているなら仮釈放してあげればよくなることが期待できるという記載がありましたか、ありませんでしたか？お答えいたします。記載がございます。記載がございます。記載があるのになんでこの時だけ引用もしてないんですか？亡くなられた方の名誉、プライバシーの関係から、その記載内容をそのまま中間報告として提示するのは適切ではないのではないかと思いまして、
記載しなかったところでございます。今プライバシーだなんだって言いましたけど、なんでこの一番大事な仮放免したら良くなることが期待できるという精神科医の診断だけ載せないんですか。大事な話でしょこれ。ものすごい大事な診断じゃないですか。なぜこれだけ引用しないか教えてください。亡くなられた方の名誉プライバシーに影響を及ぼすのではないかと配慮した結果でございます。患者が仮釈放を望んで心身に不調を呈しているなら仮釈放してあげれば良くなることが期待できるということは重要な記載であると思いますか、重要ではない記載だと思いますか、どっちですか。一概に重要でないということはご指摘の点のみでは判断できないと思っております。中間報告に記載するほどの重要性がない、報告するほどのことではないという判断だったんですか。適切ではないと判断いたしました。適切ではない理由は何ですか。総合的に判断した結果でございます。大事な法律ですよ。で、多大な裁量を与えてますよ。多大な裁量で、その裁量自体が人生を左右するし、そして今回は生死までかかりましたよ。亡くなられてんですよ。こんな説明でこの入管に多大な裁量を渡せって言われたらそんな無理ですよ。こんな体質残したまんまね、新しい法律作って多大な裁量権を渡すってのは、そんなもん立法府としてやったら恥ですよ。患者が仮釈放を望んで心身に不調を呈しているなら仮釈放してあげれば良くなることが期待できるという記載について、記載がございますと答弁をされました。で、この4日のその報告書を受けてですね、5日には仮放免検討してるんです。報告書に5日から検討してって書いてあるんです。しかし自分たちがやったかのように書いてるんですよ。これが許せないところで、もう医師からこういう提案を受けて検討を始めましたっていうのはまだしも、前日の6時に、仮放免を検討することとしと彼女に匂わせながら、反応を見るみたいな、ちょっとね、こう本当にね、許せないんですよね。今日の共同通信の今日の15時台の通信ですが、関係者への取材として医師への診療依頼書で管理局が詐病などの疑いがあると言及していたことも判明したと報道されております。これ事実ですか。松本次長、お答えいたします。委員ご指摘の報道をちょっと把握しておりませんので、ちょっと正確にお答えすることはできません。確認していただきたいんですが、というかこの診療情報提供書と合わせて共同通信が報じているのは、入管から依頼書、診療依頼書の中で詐病の疑いがこの人あるよと言及してたっていうんですよ。これ重大でして、しかもこの帝病院の医師はですね、初診なんです。初めてこの方を見る、初めて見るのに、なんでここまでその仮釈放をしてもらいたいから病気になったんだって書いたのかなって、私もこれ読んだ時不思議なんですけど、これで標則が合うわけです。もともと入管から依頼したときに、詐病などの疑いがあるというふうにしているから、まあ、それに乗ったような情報提供がされているということになるのではないかということなんですね。で、この入管からの依頼書についても、中間報告には記載されておりません。今の仮放免の運用というのは、こういうふうに真っ黒で、全然見えないんですね。で、この仮放免に関する罰則を議論する以上、最低限の情報であり、かつこのように非開示したままで罰則規定を設けることはありえないという、こういう意見が繰り返し表明されているんですね。実は先日いただいたこの黄色い資料にも、仮放免運用指針入っておりまして、さすがに国会の議論になりますので、すべて開示されているのかと思って拝見しましたら、300ページに非公表と、黒塗りの部分がすべて非公表となっています。現状の仮放免の運用の非常に重要な部分を占めるものを国会で審議していただくのに、議員の先生方に対してまでこれを非公表とするのは非常に不誠実なやり方ではないかと考えます。実際ですね、仮放免は2015年には3606件あったんですが、2019年には2217件まで減ってるんですね。だからこう減ってるという事実があって、でこういう真っ黒系の方針が出てるということで、この仮放免の運用の厳格化にですね、
どういう方針出されたのかっていうのはこれ大事な前提になるわけでして、どうもですね、その前提となる立法事実やその今提案されている制度の前提となる資料そのものの分析が本当にされたのかなというのは、大変疑問に感じております。不法残留者数というのは大きく減少してまして、93年には30万人いたんですけど、2020年には8万人強まで減ってます。で、在留外国人数に占める不法残留者の割合も95年は 22% あったんですけども、これは2019年はもう 2.5%、 10分の1になってます。で、各都市の総監だけでも見てもですね、各都市の退去強制令書発布件数と総監件数これほぼ同じ で、9割以上の方はもう帰られてるんですね。で、その帰ってる帰り方も実は自費、自分で出国して自費出国が9割以上に、 93% か 4% か 5% かそんな感じであります。これは白書の数字であります。で、まあ、乱用があることは私も否定はしないんですが、しかしなんか送還の機能不全というのは本当に起きているのか。私も機能不全というところまでには至っていないと思っております。入管法上強制送還は本来国費送還が原則でございます。むしろ自費で出国する場合には許可を取らないといけない、そういう建前からしますと国費がかかるのは、まあ、法律が予定している当たり前の話であります。で、フランスの場合はなるべく自発的な帰国を促す、でそのためにその旅費も渡し、あるいは帰った後に使えるようになるそのマネーカードにお金をチャージして当面の費用を使えるようにして、それを渡して自分で帰ってもらうような促す制度があるというふうに聞いております。それはその、まあ、一見するとそこまでやるのかということになるのかもしれませんけれども、トータルで見るとチャーター機をチャーターしたりとか無理やり職員を付き添いで行く場合よりもはるかに合理的になりますし、それは本来この国にいてほしくない人を排除する、それは国家の作用として国権の発動としてやるわけですから、それに国の費用がかかるのはやむを得ないことなんではないかと思います。これ G20 の、難民認定率ですね、日本が、残念ながら最下位になっているというものです。そして続けて、OECD ですね、 OECD の、難民認定率ということで、これ37カ国中日本がワースト2番になっていると、0% 台のですね、国というのは OECD37 カ国中3カ国のみでありまして、大量の難民や避難民を生じさせるこの国との地理的要因などは諸外国によって大きく異なるので、難民認定率のみを単純に比較するのは相当ではないと考えますという、まあ、こういう趣旨の答弁よく政府サイドからいただくんですけども、これだけ多様なですね、地理的要因などを踏まえても、まあ、最低レベルの水準であるという現実について、これ大臣にぜひお聞かせいただきたいんですが、これ見ていただいてご所感いかがですか。結果が非常に低いということについては率直にその通りだなというふうに認識をしております。まあ、いろんな地理的な要因を踏まえたとしても、やはり最低レベルであるという現実は私たちは受け止めていかなければならないと思います。ロヒンギャを抱えているミャンマー、クルド人問題を抱えているトルコ、国連人権理事会が深刻な懸念を示しているスリランカ、そしてチベット族住民問題を抱えるネパール出身者、2019年における難民認定者がスリランカが1人で、その他は0人となっているんですけれども、日本政府としてはですね、この大量の難民、避難民を生じさせるような事情がこの4カ国にはないとお考えですか。認定の判断がしっかりと、しかも透明に行われるようにということで対応しているところでございます。残念ながら真正面から答えていただいてないんですね。明らかにこの4カ国問題抱えていると思いますよ。だから日本がほぼゼロであるのに対して G7 の諸外国が基本的に難民の受け入れやってるんですよ。両親のいずれか、もしくは双方が入国管理法違反で逮捕され、在留特別許可を求めたものの認められず、収容された後に強制送還、残された家族、特に子どもはそもそも日本でしか育ったことがなく日本語しかわからない、親が強制送還された国に行ったこともなく日本にしか生活基盤がない、
にもかかわらず親子が引き裂かれる、まあ、こんな事例が現実として起こっています。まあ、この入管法に関わる当事者、特に子どもたちと直接お話をして声を聞かれたことはありますか。小野田法務大臣政務官。ございません。はい、委員長、続けて副大臣に伺います。入管法に関わる当事者、特に子どもたちと直接お話をして声を聞かれたことはありますか。教えてください。田所法務副大臣。そのように直接声を聞いたことはございません。上川法務大臣。ございます。私もNPO の組織の中に一員でありましたので、活動をやってまいりましたし、そうした調査もしてまいりましたので、そういったことをベースに、今、いろんな形で現実に起こっていることを考えさせていただき、またベストを尽くして頑張っていきたいなと思っているところでございます。入管法で困っているという意味での声を聞いたということはございませんが、もともと入管に関して非常に不安定な気持ちを持っていらっしゃるということ、このことはもう何十人もいらっしゃるわけでありますが、実感をしております。私自身もその子どもたちを中心にですね、お話を聞かせていただきました。本当にこう想像を絶するようなですね、本当に苦しい体験をされている子どもたちが目の前に現実としていらっしゃいます。そしてそれを救えるのはまさにここにいらっしゃる皆様お一人お一人しかいらっしゃらないと思います。そういった現実を踏まえてなんですけども、この法案を進めていくにあたってですね、その当事者の子どもたちの話、ぜひこの入管法の改正案に関係する子どもたちの話を大臣に聞いてあげていただけませんか。ぜひそうした声を聞かせていただきたいと思います。先ほど管理措置の話で、その管理人についてのところが私としては今やっぱり信頼関係が元になっていると思うんですが、それがあえて義務が課されてですね、関係になると、まあ、支配非支配の関係になるという指摘も資料にありました。この点についてはどのようにお考えですか。おっしゃる通りだと思います。私も仮放免の保証人何人もやっております。本人を早く、一刻も早く出したい、外に出してあげたいので、知り合いの方とか親族とかがいればそちらになってもらうんですけど、どうしてもいないような場合には代理人の弁護士が保証人になることもございます。それは何としてでもこの身体拘束から早く解放してほしい、そのために保証人が必要ならば自分がやろうという、そういう関係性なわけです。ところがこれが管理人の制度になってしまいますと、その人を監視しなくてはいけなくなってしまう。これはもう前提関係が崩れてしまいます。その報告をしなければ、あるいは虚偽の報告をしたら自分自身が刑罰というか過料の制裁を加えられる可能性がある。これではとてもできません。ですが管理人がつかないと外に出られないという前提だとすると、じゃあ逆に入っている人のことを考えないでお前は管理にならないのかという、ものすごい葛藤が生じる制度になっていると思います。我々がこの法案審議して採決した後にですね、実はこのスリランカ女性は入管の落ち度、奇跡自由によって亡くなったということが判明したとしますよね。そしたら業務上過失致死ですよ、これ。それぐらい重要な事案なんですよ。だから司法解剖してるんでしょ。そういう刑事事件にもなりかねないから司法解剖してるんでしょ。そういうね、事案なのに、それを脇に置いたまま、法案採決なんて、そんな無責任なこと国会ができるわけないじゃないですか。大臣だって国会議員でしょ。それぐらい常識的に考えてくださいよ。中間報告書にもちゃんと書いてありますよ、今後の予定が。ね、死因にかかる一定の結論を得た段階において、最終的な調査結果の取りまとめを行うと書いてますから、もう死因結果、今日出ました。もう速やかに、この審議中に出すと約束していただけませんか。最終報告に向けまして速やかに検討してまいりたいというふうに思っております。いつまでにですか。お答えください。できるだけ速やかにお出したいと思っております。品武志君。いや、できるだけ速やかにでは全然我々としては担保にならないんですよ。ね、明日とは言わないですよ。連休前ぐらい、来週中にはやってくださいよ。
1週間後にというようなことを私自身が申し上げることはちょっとなかなか難しいという状況であります。大臣のところにいつ死亡解剖の結果が伝わったか分かりませんけれども、私のところに伝わったのは今日の午前中です。かつこの診療情報提供書も私いろいろ手を尽くして今日見ることができました。落ち度につながる情報を私が質問通告した後にですね、ようやく明らかになってくる中でですね、こういうやり方では全く審議が進まないじゃないですか。不都合な情報も含めてですね、全部出してくださいよ。